ジャイアント馬場は1972年10月21日に全日本プロレスの旗揚げ戦を町田市体育館で行った。2メーター9センチという恵まれた体と巧みなインサイドワークで海外から押し寄せる数々の強豪外人レスラーを撃破し、世界の巨人ジャイアント馬場の名を内外にアピールした。1974年12月2日ジャック・ブリスコを破り、日本人初の NWA 世界ヘビー級チャンピオンに輝く快挙を成し遂げた。馬場はプロモーターとしても世界にその名を馳せ、 AWA、NWA の世界タイトルマッチを全日本のリングで開催するなど、その手腕は世界でも屈指のプロモーターであることを証明した。自らも1979年には当時の NWA チャンピオンミスタープロレスハーリー・レースを破り、2度目の NWA 世界ヘビー級チャンピオンに返り咲き、翌年にも再度タイトルマッチを制し、3度 NWA のベルトを巻く前人未到ぶりを達成した。全日本プロレスの歴史はジャイアント馬場の歴史そのものと言っていい。しかし世界の巨人ジャイアント馬場死去。悲しいニュースが日本中を駆け回った。最後までリングに上がり続けた偉大なプロレスラージャイアント馬場、多くの人から尊敬される温かい人柄の馬場翔平、惜しまれながら永遠の眠りについた。ファンに楽しんでもらえる、喜んでもらえる、そういうものでなきゃいけないと思うし、またやってる人たちもそれに生きがいを感じるようなものでなきゃいけないと思いますね。敵なんてね、もう本当にいない。自分が毎日戦ってるのはもう自分ですからね。もう人と戦ってるんじゃない。300ポンドジャイアント馬場、世界の巨人不滅のチャンピオンジャイアント馬場。三沢を筆頭に新体制で再スタートを切った全日本プロレス。三沢、鎌田、小橋、田上、秋山の5強を中心に、全日本プロレスはジャイアント馬場の理想とする明るく楽しく激しいプロレスを展開し、高度な技の攻防、激しい試合展開で連日多くのファンが王道プロレスに魅了された。ジャイアント馬場とともに全日本プロレスを支えてきたジャンボ鶴田高井、あまりにも衝撃的なニュースで大きな悲しみに包まれた。若手の大きな壁となり、全日本プロレスの基盤を作り、自らも日本人初の AWA 世界ヘビー級王者に輝くなど、連載レスラー最強レスラーの名を欲しいままにした。それからわずか1ヶ月後、プロレス界に衝撃的な事件が。エース三沢光晴が退団し、追従するように大量の選手スタッフが全日本プロレスを脱退し、設立28年目にして存続の危機に立たされた。デンジャラス稽古と川田俊明、1982年レスリングの名門足利工大附属高校を卒業後、先輩三沢光晴の後を追うように全日本プロレスに入団し、激しいプロレスを展開し、妥協しないスタイルで全日本マットを厚くした。師匠馬場や鶴田に鍛え上げられ、屈指のメインイベンターに成長した。
正信は創立2年目、1974年の全日本プロレスに入団。4月22日に大仁田篤戦でデビュー。大仁田、園田とともに若手サンバガラスと呼ばれ、海外武蔵野で成長し、世界ジュニア王者連続防衛13回という記録とともに、地獄の仕事に赤鬼の異名で、巧みなテクニックと厳しい攻めで若手の登竜門的存在となった。偉大なジャイアント馬場の築き上げた王道全日本プロレスを死守し、今新たな戦いが始まろうとしている。ファイトフォートゥモロー2000サマーアクションシリーズの開幕です。ディファ有明のリング上であります。踊る稲妻スコーピオ、そしてジャングル大帝ジャイアントキマラが入場してまいりました。今エプロンからリング内、まずはオープニングマッチ両雄の激闘からお届けしてまいりましょう。まずはナックルパート、そしてレフトからのパンチでありますが、スコーピオであります。ロープの反動を利用いたしました。クローズラインうまくかいくぐりましたがどうか。さあこの旋回式のキックを見せたスコーピオ、抑え込んだがカウントはどうか。カウントは2カウント、分けるレフリーは和田恭平であります。さあ菊池さん、はい、ジャイアントキマラ、はい、まあ、メキメキとですね頭角を表してはいるものの、菊池さんどうご覧になりますか。いや、 やっぱりねこのウェイト生かしたファイトしてますよね、あのスコーピオの方は新日本プロレス時代はジュニアヘビー級だったんですけど、今も完全なヘビー級になってますよね、で恭平ちゃんが第一試合からレフリーやるっていうのも珍しいですよね、そうですね。抑え込んだボディープレス、カウントはどうでしょうか。3カウント、ジャイアントキマラスコーピオを破りました。そしてウイニングテーマがディファ有明に流れます。スコーピオは敗戦となってしまいました。ディファ有明この日はこけら落としですから、初白星ということですよね。あ、そうですね。まずはオープニングマッチ、ジャングル大帝ジャイアントキマラに外貨が上がりました。マウナケア・モスマン、そして相島優斗、ライトからのエルボーを放つマウナケア・モスマンであります。モスマン、必ず来るごとに髪型変えてますけど、この髪型正観でいいですよね。あ、そうですか。相島がどう迎撃するんでありましょうか。まあ、相島というのは九州限定のローカルレスラーだったので、これ初めて東京と出てきたわけですから、なるほど、かなり緊張してましたね。あ、そうですか、さあこのマウナケア・モスマン、相島をどうするか。キャンバスにうつ伏せ状態から相島、ニュートラルコーナーから反対側のコーナー、逆に送り込まれたのはモスマンでありますが、カウンターのキック走り込んでいったがどうか。こうパワースラム相島、さあ片指固め、カウントはどうか。カウントはワンであります。
味も初めて見たんですけど、体はよく作ってますよね。ちょっとあのサンダース杉山の若い頃か、プロフェッサー田中の若い頃に、はい、ちょっとヒール的なムードありましたけどね。なるほど、ダブルアームスープレックス相島。さあサザンブリーズ、マウナケア、モスマンであります。185センチ、106キロのこのモスマン、そのモスマンに対してさあラリアット。しかしここはこらえます。マウナケア、モスマン、ロープの反動を相島利用した。ラリアット、これは空振り、クを切りました。ミドルキック、ミドルからロー、そしてバックボーンのあたりをヒールキックで持って蹴り込んでまいりました。マウナケア、モスマンであります。モスマンのキックはどこから出てくるか分からないですからね。そうですね。さあこの体勢からほぼキャンバスの中央でハワイアンクラッチャー、抑え込む硬い目当たり。カウントもどうか、相島は返せません。スリーカウント。まあ、この技が出たら勝ちという技を持っている人はやっぱり強いですよね。そうですね。マウナケア、モスマンに外貨が上がりました。場内にテーマ曲が流れます。奥村茂雄、さらには藤原芳明が登場してまいりました。そしてジョニー・スミス、新崎人生であります。ジョニー・スミスがコールされました。これは面白い組み合わせですよね。はい、特にあの藤原とスミス、は面白い組み合わせと思いますよ。はい、奥村茂雄がコールされました。あ、組長、馬場ちゃんの T シャツ着てますね。そうですね。そして奥村と新崎人生の局面を迎えています。ラリアットから抑え込んでいくが、さあここはカウント2でもって跳ね返してまいりました。粉砕者、奥村茂雄であります。182センチ、108キロでありますが、新崎に対してここはチョップ、逆に今度は新崎地獄突きか、ロープの反動を利用しましたがボディにキック。さあこの体勢から奥村がほぼキャンバスの中央でブレンバスター。奥村はね、クリス・ジム出身で、屋台村でデビューした純粋のインディ上がりなんですよね。あ、そうですか。ただ初めて全日本のリングが上がった時、馬場ちゃんが、もう基礎できてるなって言ってたんですよ。誰に教わったのって、あの東京プレスの頃、グレート歌舞伎に教わってるんですよね。で歌舞伎で言ったら、ああやっぱりなって納得してましたけどね。はい、さあジャーマンですが、カウントは2カウント。新崎も返してまいりました。分けるレフリーはウォーリー山口であります。ウォーリーのレフリーも久しぶりですね。そうですね。そしてここ円錐か、新崎人生。さあここはセカンドロープ、トップロープ、最上段から念仏して唱えていって、どうか新崎人生。さあ抑え込んだ、カウントはどうか、2カウント。じわりじわりと相手のスタミナを吸収しようというんでありましょうか、新崎人生。さあほぼキャンバスの中央、念仏パワーボムが炸裂するか、新崎人生。エビ固め抑え込んだが、しかし藤原義明がカット。これにはスミスも藤原にボディのあたりに蹴り技を見舞ってまいりました。エプロンからリングした藤原、場外乱闘が見られるか。リング内は奥村と、そして新崎でありますが、もう一回行くか。さあうっと、しかし念仏パワーボム、これは免れることができました。真正面からカウンターのキックを見舞っておいて、ラリアットはうまくかわした新崎でありますが、さあこの体勢からマンダラひねり。さあ新崎人生、リング下では藤原とスミスでありますが、この体勢から極楽固め、この極楽固めでどうか、ロープにはエスケープできない。さあこれでどうする、ギブアップ、決まりましたね。ウルフ・ホークフィールド、スティーブ・ウィリアムス、そしてジョージ・ハインズ、マイク・バートンでありますが、ここはホークフィールド、そしてセカンドロープに乗っておりますスティーブ・ウィリアムス、うまくキャッチをした。さあ合わせ技に持ってくるんでありましょうか、スティーブ・ウィリアムス、がっちりとキャッチして、なだれ式の、ここはオクラホマスタンピート、カウントはどうか、2カウント。カットに入ってまいりました、マイク・バートンであります。バートンとホークフィールドがやり合う2ブラトンで、ここはバートンが抑え込まれてしまうんでありましょうか、ショルダーアタック。この日さ、ウィリアムスがすごい乗ってたんですよね。まあ、バートンも乗ってましたけど、はい、ウィリアムスの勢いってのはすごかったですよ、この日。なるほど、場外戦であります。
バートンとフォークフィールド。さあウィリアムスどうするか。しかし殺人バックトラップ、抑え込んだ。カウント、スリーカウント、やはり2つで決まりますよね。そうですね、殺人医師スティーブ・ウィリアムス、殺人バックドロップで相手を撃破いたしました。場内からは富士コールが連呼されております。ちょっと緊張気味ですね。そうですね、まあ、赤鬼って言われてますけど、僕に言わせる青鬼ですよ。なるほど、色白いですからね。はい、そしてテーマ曲が流れます。これから登場するのはデンジャラス系川田俊明の入場を迎えます。お客さんよく入れましたよね。はい、さあそして川田が入場してまいりました。着ている T シャツにはファイトフォートモローの文字が。10年前大量離脱した時に川田が着た T シャツを今決意を新たにし着用しての入場であります。川田俊明、さあ一体どんな熱戦を展開するか。超世代の時の T シャツですよね。はい、シングルマッチ60分一般勝負を行います。オープンは235カウント、藤正信。地獄の仕事人がどんな今日仕事をするか。藤正信、オープンは250カウント、デンジャラス系川田俊明、意地と名誉をかけてこれから決戦に挑むわけであります。メインイベントをさばきますのは和田恭平レフリーであります。まあ、新生全日本の開幕戦としては、まあ、もうこれしかないというカードですね。はい、まあ、今後の方向性をこの2人が示そうというわけですからね。なるほど、さあ藤正信、得意技バックドロップ、そして関節技を川田に見舞うか。一方川田はパワーボム、ストレッチプラムで藤を撃砕するんでありましょうか。今5分になりました。2000サマーアクションシリーズ開幕戦、リファ有明メインイベント。地獄の仕事人藤正信、そしてデンジャラス系川田俊明、今キャンバスの中央におりますが、どちらが先制攻撃をかけるんでありましょうか。まあ、2人のシングル対決は8年半ぶりですからね、お互いちょっと手の内、まあ、どういう出方するかわからないところでしょうけど、はい、多分あの川田は打撃、藤は関節技にいくと思いますよ、はい、なるほど。さあまずは後方から組みついてまいりました藤正信、ロープ際でありますが、ここはどうか。フェアに分かれるか。まずは藤、川田、フェアに分かれました。場内が水を打ったようにシーンと静まり返りました。ディファ有明グランドの展開か。藤正信、さあここはバックボーンのあたり組みついておりますのが藤正信、グランドの展開か。自分のペースに持っていこうというわけですよね。なるほど、そしてロープ際でありますが、ここは川田俊明はそんなには深追いはしません。じっと相手を見つめて、さあ藤正信、このリファあれだけ、この日はこけら落としだったんで、はい、あの場内になんか人の住んでない家というまだあったかさがないんですよね。あ、だからちょっとスタートみんな各選手やりにくそうだったんですけどね、まあ、試合に没頭してしまえばそういうことを忘れるんでしょうけど、はい、バックを取りました川田俊明。さあグランドからどうか。青コーナーとニュートラルコーナー、白いコーナーマットの中間地点であります川田と藤正信。うつ伏せ状態から藤、藤の今度はさあフェイスロックを狙ってくる川田俊明でありますが、体勢が徐々にここは起き上がりつつあります。あの川田が重いですからね、上に乗られると藤はスタミナ消耗しますからね、はい、さあ起き上がってまいりました川田俊明、そして藤正信。ここはロープブレイク、おっと、しかしここ川田が逆水平、相手の胸板のあたり強襲してまいりました。この川田俊明
さあ183センチ105キロの川田俊明、同じく淵正信も183センチ105キロということでありますが、さあまずはキャンバスの中央から、淵正信若干ニュートラルコーナー付近でありますがローキック、川田俊明じわじわとここは相手に波状攻撃をかけてくるんでありましょうか。レフトからのヘッドロックの体勢は淵正信であります。さあそして川田が足をフックしました。淵正信です。こういうとこは前ですよね。はい、ニュートラルコーナー、コーナーマットを背にしておりますのが川田。川田の左の腕リストを固定しておいて、さあハイキックを相手に放つ。2発目は深追いはしませんでした淵正信です。まあ淵の顔面キックは得意技ですからね。はい、さあお互いにここは冷静に試合を運ぼうというんでありましょうか。ローキック川田、さあ逆水平、いい音立ててますね。そうですね、そして逆水平もう一発、渾身の力を込めての逆水平は川田。しかしハイキック顔面へ、蹴り技見舞ってくる淵正信。レフトからのヘッドロックの体勢川田。さあ両選手がニュートラルコーナー、コーナーマットを背にしました川田。あれ真横からヘッドロック取ったら淵のバックドロップがありますからね、はい、そういう点川田も考えてますよね。ここはどうかフェアに分かれました。淵と川田、とにかくこの全日本プロレスを支える2強の対戦ということなんですが、さあ川田と淵、ここはお互いに相手から飛び出す技、それを読み取ろうというんでありましょうか。まずローキック、川田俊明のローキック。じゃあ最近これだけ激しいローキック連打受けたことないですからね。はい、川田のローキックで淵はマットに倒れました。淵の左の膝の部分に川田がストンピング、左足を持ってさあ膝の裏の部分を蹴ってまいりました。とにかくこの川田の蹴り技強烈であります。辛辣な攻めを見せてくるんでありましょうか川田俊明。まあ、キック使わせたら川田とモスマンが全日本では指折りですからね。はい、でもあの全日本の不安定、負けてる選手にコールを送るでしょ。今もフッチーってコールが来てましたけど、はい、あったかいですよね。そうですね。さあそしてここはレッグスプレッドの体勢、川田俊明です。ロープ際ですが、あえてここはロープにはエスケープはしません。淵の左膝が曲がってる間はレッグスプレッドそれほど効いてないですけど、足首決められてますね。なるほど、この辺りからですね、足首を決められておりますが、あ、膝が伸びてしまった。はい、ここはサードロープにエスケープしました淵正信です。サッカーボールキック、そしてストンピング、繋いでまいりました川田俊明。後頭部の辺り、淵の後頭部を蹴りました川田。さあストンピング、そして情け容赦のない蹴り技を相手に放つこの川田俊明です。エプロンからリング下、一旦間合いを取ろうというんでありましょうかこの淵正信です。まあ、今のペースで川田に攻められっぱなしでしたらちょっとカムバックする余地ないですから、これはうまい作戦ですよね。はい、ちょっと息を抜いてペースをかわそうというわけですからね。淵がエプロンからリング内、ものすごい蹴り技川田俊明です。なおも後頭部、必要にここは後頭部のあたりを蹴ってまいります。ストンピングでもって淵のスタミナをここはじわりじわりと奪おうというんでありましょうかこの川田俊明です。ものすごい逆水平、逆水平一発で両膝をついて倒れてしまいました淵正信。今度は胸板のあたりにローキック、胸板が真っ赤になってきましたね。そうですね、淵は色が白いから余計目立ちますよね。はい、さあ今度は胸板のあたりにローキック淵正信。
かなりこれ膝菊池さんどうですか、聞いてますかね。いや本当、フチはね最近こういうローキック受けたことないですから、ますよこれは。はい、左の膝、さらには後頭部や顔面、さあ串刺しハイキックを見せる。目には目といったところ、さあ淵正信、赤鬼が憤怒したような感じであります、この淵正信。淵のキック足の裏で蹴るでしょ、はい、今はもうカーダーも足の裏で蹴ってましたけど、ローキック足の甲で蹴りますよね、おっと顔面にハイキック、強烈な蹴り技。さあこれだけ蹴られれば淵正信相当顔面、さらには左の膝の部分に激痛が走っていることでしょう。後頭部に2位落としてまいりました。もう今日はこの川田俊明は菊池さん、じわじわと淵のそのパワーを奪っていくような、はいはい、そんな戦法ですね。ずっとペースに握りっぱなしですね。はい、淵がなかなかペースを変えられないですからね。でもよく頑張ってますよ淵も。さあもう胸板のあたりは真っ赤になっています、赤鬼淵正信。立つと紫色になって、試合今も痛いですけど、試合後が痛くて翌日なお痛いんですよね、これは。そして今度はリストロックの体勢であります、この川田俊明。こういう攻撃は本当は淵がしなくちゃいけないんですけど、完全にペース奪われてますね。そうですね、関節技を得意としておりますのが淵正信ですが、しかしもうサッカーボールキック、さらには串刺しハイキックなどで淵を痛めつけております川田俊明です。何かその全日本マットは俺たちが守るという、そんな熱闘が展開されております川田と淵。青コーナーさん、あっとまた串刺しハイキック頬を叩きました。しかし自ら声を発し、そして気合を入れています。さらには鎌田の串刺しハイキック、村板のあたりローキック、なおも村板のあたりに、そして串刺しハイキック、鎌田の強烈な蹴りダウンしました。さあ淵正信、なおも情け容赦のない顔面へ串刺しハイキックであります、この鎌田俊明。まあ、2人ともまだ1回も飛び技も使ってませんし、大きな投げ技も使ってないでしょう、この試合に対する姿勢の表れだと思うんですよね。やっぱりあの派手に見せるよりはシリアスに、はい、あの戦いたいというカーダの姿勢、淵の姿勢でしょうね。なるほど、ここは川田が淵の左の足を決めにかかろうというんでありましょうか。さあそして、まあ、今の淵の防御はうまいですけどね、はい、さすがです。両肩がついてカウントはワンであります。川田も今日は慎重に試合を進めています。当然のこと淵も何か川田にこう迎撃体制を作りたいんですが、まだまだその迎撃体制を作るまでには至りません。今下から攻めでかけたんですけど、川田に切られちゃいましたけどね、はい、まあ、普通の選手だったらあそこで下から攻められるんですよね、淵の場合は。はい、そして腕ひしぎに行きますが、サードロープに川田の右の手首がかかりました。さあ和田恭平レフリーからブレイクを命じられております淵正信。ここはしかし肘で持って顔面、今度はあっとこれは右の手首で持って、えげつなさも淵の特徴ですからね、はい、だから鬼って言われるんですけどね。なるほど、さあ赤鬼が怒ったか、しかしブレイク、本当に胸板だけ見ると赤鬼になっちゃいましたね。そうですね、さあここはロープブレイクから川田も今起き上がった、膝に低空のキック、さらにはストンピング、膝にサッカーボールキックか、川田俊明であります。かなりここでもう口効いてますね。でも口大きな声で気合い入れてますよね、今はもう激痛に耐えておりますこの淵正信。
川田俊明、額のあたりに小さいキック、さらにはサッカーボールキック、もう一発来た。淵正信、起き上がってくる串刺しキック、その足をキャッチしました淵正信。ここからどうするか、低空のドロップキック、ピンポイントで膝に入ってましたね。はい、さすが淵です。はい、さあこれは川田の左、おっと、しかしバックボーンのあたりに蹴り、ワン目を踏みつけました淵正信。何か菊池さん、この試合はキック戦を中心としてますね。はい、川田が打撃戦、はい、淵はどうしても関節技に持ち込めないんですよね。あ、なるほど。やっぱり川田のペースで試合が進んでるということですけどね。川田はもう昔から打撃戦が得意だったですからね。はい、フェイスロックの体勢、さあここから淵、川田、両選手とも体勢が起き上がってまいりました。円錐、淵正信、しかし川田は倒れません。バックを取った、ここからどうするか、円錐か。いや、しかしこれはちょっと低かったですね。低かったですね、はい、低くて淵は使われてます。はい、さあここは逆水平を連発してまいりました川田俊明。何か淵正信、男は兼任不罰といったところでありましょうか。ただ倒れ方がやっぱりかなりスタミナを失っているという倒れ方になってますね。はい、ここは強引に左のリストを掴んで逆水平。これだけしかし菊池さん、じわじわ攻められると、はい、淵がどこまで体力あるいはまた記録が持つかなという。そうですね、もうあとはもう体力だけでは記録の問題ですからね。なるほど、抑え込んだがカウントワンでありますが、さあここは馬乗りになってナックルを連発。今度は逆に頬をはたいてくる川田俊明。川田が嬉しい逆十字。さあここはどうか、まだ腕は伸びてはおりません淵正信。なんとかロープにエスケープしたいところでありますが、川田が力を倍増させる。なんとか淵の左の腕を伸ばしたいところ、どうか、まだ伸びません。さあ今15分が経過したところであります。このメインイベント、川田俊明対淵正信。淵もグリップしっかりしてますけど、ちょっと汗で滑りそうな感じですね。はい、両選手とも滝のような汗を流しています。キャンバスの中央からどうするか、淵がバックを取った、逆にバックを取られた。さあこの体勢からどうか、淵がなんとかロープにエスケープしたいところでありますけれども、これはちょっとロープエスケープしか逃れようないですね。そうですね、完全にもうスリープ入ってますからね。はい、しっかりと川田の左の腕、淵の顎にかかっています。右手を差し伸べてサードロープにエスケープしたいところ、さあ淵はどうする、まだエスケープできません、ちょっと程遠いか。今度は手がダメなら足でもってサードロープにしっかりとかけてエスケープしたいところでありますが、今ロープブレイクです。場内からは拍手が沸き起こる。しかしサッカーボールキック、淵の胸板はもう赤いのを取り越して紫色になってきましたね。はい、逆水平、パチンという音がこのディファ有明に轟いています。ロープの反動を利用した、ラリアット、カバーには行きません川田俊明。今会心のヒットでなかったと自分では思ってたんでしょうね。なるほど、ここからどうするか、パワーボムを狙ってくるが逆にソルダーする、そしてハイキック、ロープの反動を利用する川田俊明、ハイキック、これを受けてダウン淵正信。強烈なハイキックが2連発できました。さあしかし本当に菊池さん、淵正信耐えてますね。川田何発キック打ちましたかね、もう100発以上打ってるでしょうね。はい、淵はよう耐えてます。はい、さあ張り手張り手、そしてお返しとばかりにハイキック、淵正信です。ドロップキック、初めて取り上げてましたね。はい、さあ地獄の仕事人淵正信、そろそろ相手を
地獄に葬り去ってしまうのか、胸板ご覧のようにもう真っ赤です。福地正信、町内のファンからは福地正信に声援が送られる。その声援を受けて福地正信バックを取った、バックドロップ、ちょっと低かったですね。はい、そしてなおも来るか、福地正信バックドロップ。さあもうあとは記録との戦いか、福地正信なおもバックを取ってバックドロップ。しかし川田も耐えています。何かもうカバーに行く、記録がどうか、福地正信今やっとカバー、さあカウントはどうか、カウント1、懸命に跳ね返しました川田俊明。リストロックか、グランドの展開、さあこうなってくると関節技は福地正信の得意技、しかしこれはサードロープに川田の左の足がかかりました、エスケープ。本当に菊池さん、その福地正信の胸板を見ますと、この熱戦の凄まじさをこう物語ってますね。いや、もう本当に紫色になってますからね。はい、足が痛いですよ。はい、さあここは浴びせ蹴り、川田俊明顔面にヒットか、フライングメイヤーからこの体勢、ストレッチプランを狙ってくるがどうか、ちょっと汗で滑ったか川田俊明。さあこれで決まるか、ストレッチプラム腰を落とす、さあこの体勢から縁は免れることができるか、なんとか逃避したい。これは自らこの技を解きました川田俊明、汗で滑ってますよね。はい、冷房聞きましたけども、超満員のお客さんで熱気でムンムンしてましたからね。なるほど、青コーナー付近でありますが頬をはたいた、しかし延長本当か、これは後頭部を蹴られた。さあ川田俊明どうするか、縁はダウン。じっくりとプロレスを見せておりますこの川田俊明と福地正信。まあ、肩の痛みの伝わるプロレスですね、決して派手ではないですけどね、はい、味のある試合ですよね。さあ20分を経過しました。この体勢からほぼキャンバスの中央、川田俊明のブレンバスター、腕ひしぎ逆十字に行こうというところでありますが、さあこれはどうか、福地正信腕ひしぎ逆十字、なんとか足をサードロープにかけたいところ、じわじわと福地正信サードロープにエスケープ。ここは分かれました。まあ、福地としては自分の得意な関節技でギブアップだけはしたくないでしょうからね。はい、ここは腰を落とすか、福地正信額のあたりを蹴ってソパット、川田俊明です。この時期にこのタイミングでボディ食らうと効くんですよね。はい、そしてストレッチプラム、今度はどうか、ロープにエスケープできない福地正信、さあどうか、なんとかロープにエスケープしたいところでありますが、絶対にロープには逃さないこの川田俊明、気合を込めて、そして福地正信にストレッチプラムを放つ。技を解いた川田俊明でありますが、おっと顔面に2位を落としました。これはかなり効きます、川田の攻撃もえげつないですよね。はい、さあそして体勢が起き上がってくればどうするか、エントリー、これも効いてますね。はい、逆水平サッカーボールキック、川田俊明。福士さんどうですか、あの川田の過去のシングル戦でこういったじわじわ、はい、反戦などをこう痛めつけたというシーンはありましたかね。はい、ありました、ありましたけど、はい、相手は格上だったんですよね。今の場合福士が格下でしょ、はい、それなのに川田は全力でいってますよね。なるほど、カウント2でもって跳ね返しました福士正信です。さあここは張り手張り手、そしてハイキック、しかしその効力はどうか、ハイキックエントリー、
ダウンしました。福地正信、何かもうここは記録との戦いを強いられております。福地正信、この体勢からパワーボム、さあカウントどうか、スリーカウント、福地は敗れました。まあ、完全にあそこまで体をかぶせられると逃げようがないですよね。はい、でも福地よくやりました。敗者ではありますけれども、この福地がその今日臨んだ姿勢というのは何かも称えますよね。まあ、川田と福地の姿勢はこの日のお客さんにはもうはっきり伝わってますよね。はい、これが新しい全日本プロレスのプロレスだということですね。はい、川田のウイニングテーマが流れております。ディパ有明です。何かもう立ち上がるのもやっとというところですね。福地正信です。場内のファンから大きな拍手を受けたところであります。まあ、川田も福地の頑張りには敬意を表してますよね。はい、じわじわと試合を展開し、そして最後はパワーボムで川田が福地を破りました。2000サマーアクションシリーズの開幕戦、リファ有明大会、本当に福地さん、このメインイベントにふさわしい熱闘を展開しましたね。そうですね、まあ、新生全日本の再スタートにふさわしいいい試合だったですよね。はい、これで方向はっきり見えたということですよね。なるほど、またこのシリーズは外人勢の活躍ぶりも、はい、一瞬たりとも目を離せない、そんな感じもしますが、どうでしょう。外人勢の中でね、ブレイクした選手が多いですからね、このシリーズでね。なるほど、ジョージ・ハインズなんて2戦目の後楽園ホールで大ブレイクしましたからね。はい、川田のウイニングテーマが流れるこのリファ有明、川田は控え室、そして今福地正信を控え室に戻ろうというところであります。印象の残る試合とか、まあ、心に残る試合、なおかつ痛みの伝わる試合、お客さんに僕が言い続けてきたプロレスは技じゃないんだっていうのを、そういう面で少しでも理解してもらえるようになれば、そういうふうにしていければ自分の望んでる方向に進んでいきたいなと思います。プロレスは技じゃないんだっていうのはずっと言い続けてきてるから、技も大切です。大きな技も、見たいお客さんいっぱいいると思う。でもそういう技が少なくなった上で、その痛みとか、心に伝われば、いいなって、自分でこれからはそういうふうに考えていきたいなと思ってます。まあ、新しいお客さんが、今まで来てたお客さんプラス新しいお客さんが開拓できたら、それはそれでこれをなんつうかな、きっかけにそうなっていけば、それに越したことないし。ビッグチャレンジ Everyone! All 外人 All Japanese! Fujiwara! Fuji! Kawada! I want Kawada! Kawada's my...Kawada, I challenge Kawada! All Japan is here to stay! Fucking shit, look out! Look at that fucking shit! さあ、福地正信、そして奥村茂雄、ニュートラルコーナー付近であります。奥村の左のリストをここは決めにかかろうという福地正信。しかし村板のあたりにこの奥村茂雄も逆水平、やはり菊池さんの前日の、はい、残ってますよね。ただこの試合を第一試合に組んだというところにはやはりいい意図が見えてますよね。なるほど、福地はやっぱりこういう奥村たちのような若手を育てていきたいですよね。はい、ミサイルキック奥村茂雄であります。片指固め、カウントはどうでしょうか。分けるレフリーは和田恭平、
ブルーのキャンバスを2回叩きました。カウントは2。キャンバスの中央からブレンバスターか、逆にバックを取りました。バックを逆に取り返したが、しかしこれは左のリストをしっかりと決め取ります。関節技、さあこれはどうか、ギブアップ。淵正信、奥村茂雄を退けました。奥村の技全部受けてやった後、きっちり決めてますよね。はい、羽織り腕固めでもって淵正信に外貨が上がりました。フォークフィールドが木原を抑え込んだんですが、カウントはワンでもって跳ね返しました。ジャイアント木原、ジャングル大帝。フォークフィールド、ロープに振りました。ラリアットをかわしてくる。ほぼキャンバスの中央でボディスラム。フォークフィールド190センチ、120キロであります。一方の木村は185センチ、170キロ。木村この巨体でドロップキックもやりますしね、ボディープレスもやりますし、割と器用なレスラーなんですよね。そうですね。片襟固めですが、どうか。カウントは2カウント。この試合のレフリーはウォーリー山口レフリーであります。カウントは2。今その山口レフリーに2カウントを確認しました。ウルフホークフィールド、バーチャファイターでありますが、木村のバックボーンのあたり、そして今度はボディーブローからロープのハンドを利用した。さあこれはどうする、木村が、しかし技をかわしてくる。ポールはどうか、2カウント。馬場の得意にしてたランニングネックブリーカードロップを木村流に変えた技ですけどね。なるほど。そして今度はこれはサマーソルトでしょうか。いや、逆立ちしてます、手をついてますからね。危ない。フォークフィールド、カウント2。跳ね返しました。さあジャングル大帝、そろそろこの目の前にある獲物を料理するんでありましょうか。ボディープレス、カウントはどうか、どうか、2カウント。フォークフィールド返しました。ほとんどのレスラーこれで終わりなんですけどね、やっぱりフォークフィールドのパワーありますからね。はい、普段は空中殺法を武器に暴れ回るこのウルフ・フォークフィールドでありますけれども、今日の一戦は今現在はこのジャイアント・キマラに押されっぱなしか。ジャイアント・キマラがこれはダイビングボディープレスかを何かを狙うんでありましょうか。立ち上がったのはフォークフィールド、ボディにパンチから、この体勢から、さあボールの体勢どうか、カウントは2カウント。やっぱり前日のディファーリーと違ってコーラケンホールっていうのはアトホームな感じがあって、不安になった感じが直に伝わってきますからね。そうですね、やりやすいですよね。はい、さあダイビングボディープレス、これはどうか、3カウント。フォークフィールド、ジャイアントキマラを下しました。バーチャファイターの勝利であります。新崎人生、そしてスコーピオ、踊る稲妻でありますけれども、コーナーポスト最上段登っていったところ、さあ念仏を唱えて、ここからスコーピオに対して、しかしスコーピオが起き上がってくるが、どうか、スコーピオをかわしました。新崎人生、スコーピオ、両選手の激闘であります。格闘技の殿堂、後楽園ホール。さあ新崎人生、スコーピオがリズムを取りながらニュートラルコーナー付近までやってまいりました。反対側を送り込んでくるスプラッシュ、これはどうか。新崎人生、そしてボディスラム、まあ、人生コスメやムードはちょっと重々しい感じですけど、はい、元々日曜日プロレスでルチャリブレやってる男ですからね、スコーピオとリズムは合うと思うんですよね。はい、10分を経過しました。この新崎人生とスコーピオの熱闘、この体勢から、さあスコーピオ抑え込んだ、カウントは2カウント。これも2カウントです。踊る稲妻スコーピオ、得意技はスーパースコーピオスプラッシュ、さらにはダイビングギロチンドロップなんですが、その得意技がこの新崎人生に通用するんでありましょうか。そしてこの体勢、後方にうまく投げていったものの、さあこれはマンダラひねり。新崎人生、そして
ほぼキャンバスの中央であります。大きく念仏を唱えた。そして念仏パワーボムか。おっとこれ返してくるスコーピオ。逆に今度はファボを狙ってくるのか。おっと大変危ない。これ今ちょっと首が危なかったですね。人生上手ありますからね、はい、その計算違いじゃないですかスコーピオの。なるほど、この体勢からパワーボム。エビ固めの体勢、これもどうか。スリーカンボ。新崎人生に外貨が上がりました。
スティーブ・ウィリアムス、そしてジョニー・スミスであります。殺人医師このスティーブ・ウィリアムス、目の前の患者はジョニー・スミスであります。まあ菊池さん、このスミスという選手も、はい、かなりそのじわじわとするレスリングですよね。じっくりしたねちっこいレスリングですよね。僕はこういう、タイプのレスラー好きですよ。なるほど。レスリングプロレスうまいですからね。はい、もう10年ぐらい前にダイナマイトキッドと組んでアジア対抗座取ってますし、チャンピオンの経験もありますしね。はい、まあ、関節技は外人レスラーにしてはって言っては悪いですけど珍しいほどうまいです。なるほど。絶妙な腕殺し、その名もジョニーマジックが今日この後楽園ホールのリング上見せることができるかどうか。仕事師ジョニー・スミスであります。ワンハンドで来るかどうか。しかし DDT、 スティーブ・ウィリアムス、これタイミングはいいんですよね。ただウィリアムスはこのシリーズなんかもう怒りを爆発させてるという感じですから、このパワーはちょっと怖いですよね。はい、セカンドロープ、トップロープに登っていったところ、ジョニー・スミス、この体勢からミサイルキック。スティーブ・ウィリアムス足は大丈夫か。ラリアット、片指がためカウント、カウント1で跳ね返しました。スティーブ・ウィリアムス、ジョニー・スミスも若干息が上がっています。ちょっと足を引きずっているか。ジョニー・スミス180センチ、112キロであります。キャンバスの中央から、しかしここは腰を落としました。スティーブ・ウィリアムス、まあ、このポジションですとパワーボムか投げ技を狙われてしまいますが、さあここはどうか、踏ん張ってくるか。ジョニー・スミス、スミスもジュニアヘビー級の頃に比べるとパワーアップしてますけど、はい、ウィリアムスにパワーで、まあ、ここから行くっていうのはちょっと無理ですよね。今もネックブリーカーを狙ったんですが、わざとここはスティーブ・ウィリアムスが外しました。髪を掴んでくる。さあこの体勢、今度はどうか、パワーボムを狙ってくるかどうか。しかしパイルドライバー、ジョニー・スミスカバーの体勢、カウント、カウントは2カウント。15分を経過しました。スティーブ・ウィリアムスとジョニー・スミスのシングルマッチ、まだ先ほどもお伝えいたしましたようにジョニーマジックというものは見られてはおりませんが、今度は後頭部のあたり、エルボーを落としてまいりました。スパイバスター、どうか、2カウント、カウントは2カウントで跳ね返しました。ジョニー・スミス、ウィリアムスっていうのはジョニー・マジックを出しにくい相手なんですよね。ああ、なるほど。まあ、そこまでグラウンドの展開までさせてくれるかどうかですよね。はい、赤コーナーサードロープに登った。さあ殺人医師スティーブ・ウィリアムス、コーナープレス、片指がため、カウントはどうか、カウントは2カウント。まあ、ウィリアムスもアマレスで全米チャンピオンだった男ですから、はい、グランドならグランドでそれなりの対応ありますけど、やっぱりプロに入ってからスタンド技にこだわってますからね。なるほど。はい、キャンバスの中央から、さあここは決めてくるか。エビ固めに捉えて2カウント、返しましたジョニー・スミス。和田恭平レフリーにここは文句を言っております、このスティーブ・ウィリアムス。しかしカウントは2です。全日本プロレスマットには90年の2月に初登場いたしました、このスティーブ・ウィリアムス。数々の強豪選手を熱波してまいりました、このスティーブ・ウィリアムス。この体勢から、しかしバックを取った、エルボーを放つスティーブ・ウィリアムス、ボディを蹴っておいたが、しかしこれは足の取り合いか。体勢を低くしましたジョニー・スミス。スティーブ・ウィリアムス、これは怪力でもって持ち上げる、これはバックボーンを取りました。そして殺人バックドロップ、スミスはどうか、返すことができるか。ウィリアムス片指がため、カウントはどうか、スリーカウント。スティーブ・ウィリアムス、ジョニー・スミスを料理しました。カバーの体勢に来ましたが、カウントは2カウント。ここはモースマンが、しかしマイク・バートン、
片指固めカウント、モスマンが跳ね返しました。真ん中このメインイベントはね、まあ、カーダもちろんですけど、モスマンもバートンもハインズも大ブレイクしてるんですよね。マイク・バートンに対してここはフランケンシュタイナー、川田にスイッチしました。デンジャラス系川田俊明、ハイキックからローキック、しかしマイク・バートン、ゴールデンレフトのこのマイク・バートンでありますが、今現在さあ今度とヒールキックを食らってしまいました。川田俊明今度もハイキック、そしてモースマンがしっかりと抑えておいたが、串刺しハイキック、川田俊明であります。胸板のあたりに蹴り技、前日はディファ有明で胸板ゴールデンレフト、これは菊池さんタイミングよくボディにズバリ入りました、ね、はい、乗り込むって感じのパンチですよね、川田が息を吸うときにぐさりと刺さった感じもしますね、はい、このハインズがね、この日は素晴らしかったんですよ。はい、今まで僕らただのインジーレスラーと思ってたんですけど、この日も大ブレイクしましたね、はい、ファンからもジョージジョージの大コール受けて、本人もものすごい気分よく戦ってましたよね。なるほど、ジョージハインズ、ハインズに対して今度は川田はどうするか、ボディのあたりを蹴る、ハイキック、逆にハイキック、お返しはジョージハインズか、パワースラムから今度はモスマンにもラリアット、マイク・バートンも出てまいりました。マイク・バートンが川田をまずは高角度上げておいて、片指固めはジョージ・ハインズ、どうか、川田返しました。場外乱闘はモスマンとバートンであります。あー、もうフェンスを飛び越えてしまいましたね、マイク・バートン。モースマンがここは駆けつける、ハイキックは川田、逆に蹴り返すジョージ・ハインズ、ハイキック合戦、二段蹴りジョージ・ハインズ、しかしエンズイ、ジョージ・ハインズにエンズイからサバットを見せるが、エンズイ、中に入ってますね、はい、そしてカバーの体勢、カウントどうか、スリーカウント、川田がジョージ・ハインズをエビ固めに捉えまして、モスマン川田組に外貨が上がりました。さあ菊池さん、この試合ちょっと振り返っていただきたいんですが、はい、最後に川田が外人レスラーに見せたああいうポーズ、ちょっと珍しいんですけど、本当にこの日のハインズは頑張ったんですよ、はい、でこの日まあ、怪我しまして、で翌日帰国したんですよね。そうですか。僕らの感覚ではもう泣いて逃げたなという感じだったんですけど、はい、治ってからカムバックしてきましたからね、やる気は大変なもんですよ、はい、まあ、おかげで武道館でも大変な人気だったですけど、はい、ハインズはこれで完全にブレイクしましたね、はい、さあこの2000サマーアクションシリーズの第2000後楽園ホール大会、菊さん、これ簡単に振り返っていただきたいんですが、はい、全体的にいかがでしたでしょうか。まあ、このシリーズは第2戦ですけど、この第2戦でアットホームな後楽園ホールへ帰ってきまして、で、まあ、天理の参戦も発表されて、一気になんかこう垂れ込めていた運がさっと明るい気がさしてきたという感じを受けましたけどね、はい、もうこのまま武道館につながるわけですけど、はい、まあ、この勢いで武道館に行ったんで、武道館も超満員になりましたしね、はい、まあ、シリーズ大成功だったんじゃないですか。なるほど。しかしジョージ・ハインズかなりダメージ、ハイキック合戦で、はい、もう頸椎とやられて、翌日もう手当てのために帰国しましたからね、泣いて逃げたかなって本当思ってたんですよ。ちゃんと戻ってきましたからね、はい、今ようやく起き上がってまいりました。惜しみない拍手が後楽園ホールから沸き起こっています。モスマン、さらにはバートンも心配そう、そして川田もそれをじっと見守っております。今日のメインイベント、モスマン川田組対ハインズバートン組は、モスマン川田組に外貨が上がりました。2000サマーアクションシリーズの第2戦後楽園ホール大会メインイベントでした。今忍びが入場してまいりました。
181センチ90キロの忍びであります。踊る稲妻スコーピオ、忍び参上であります。スコーピオが忍びのマスクを捉えて、そしてこの体勢から担ぎ上げた。これダイレクトに今後頭部のあたりを岸さん打ってしまいましたね、はい、この日の忍びはね、やっぱりあまりいいとこなかったんですよね、はい、ちょっと相手がスコーピオは荷が重いかなという感じでしたけどね。なるほど。さあスコーピオ、そろそろ自分の得意技でこの忍びを粉砕してしまうんでありましょうか。さあ450スプラッシュカウント、スリーカウント、忍びは敗戦となってしまいました。8分11秒片エビ固め、スコーピオに外貨が上がりました。さあこの試合を振り返って菊池さん、いかがでしょう。忍びはね、あの全日本にはちょっとタイプが違うかな、タイプの合うのはまあスコーピオだったんですけど、やっぱり実力差はっきり出てましたね。あのメキシコでデビューしたルチャドールですけど、はい、ちょっと全日本には合わないんじゃないかなという感じで言ってました。はい、新崎人生、現在は相島の猛攻にあっていますが、張り手、しかし村板のあたりに相島もパンチサバックを取ったんですが、逆に延髄、人生の延髄です。似たような頭と体の持ち主同士の対決で面白かったですよね、はい、キャラクターはちょっと違いますけどね、はい、大の字でありますがどうか。相島九州男児であります。このまま敗戦の道をたどってしまうんでありましょうか。新崎人生起こして、しかしここは渾身の力を振り絞っての逆水平、効力はちょっとなさそうであります。この相島、まあ、人生は全日本でアジアタッグ王者にまでなったレスラーですし、相島はもう初めてメジャー途上というレスラーですから、はい、もう必死になって挑んでいったという試合ですけどね。なるほど、よくやってます相島は、面白いキャラクターですよ、はい、しかしこれはロープの反動を利用して飛び込んでいこうと思ったところ、喉元のあたり、さあ人生相島に対して今赤コーナーのポスト上、念仏を唱えていったかどうか。カバーの体勢、カウントはどうか。2カウントです。新崎人生、さあそして極楽固め、キャンバスの中央、これでは相島は免れることができません。ものすごい反っていますが、ギブアップ。新崎人生、相島優斗を破りました。相島この日は後楽園ホール初出場だったんですけど、クラウは好感持って迎えてましたね。はい、まあ、この新崎人生のパワーにやはり押されて敗戦かなという、まあレスラーとしての技術も、うん、あのはっきり違いますけどね、まあ、はい、新崎人生が相島優斗を破った一戦、お伝えをしてまいりました。さあバトラーズの石川祐希がテーマ曲に乗りまして登場してまいります。後方からはジョニー・スミス、今全日本プロレスのマットに石川祐希が登場、後方からはジョニー・スミスが入ってまいりました。あのアレクサンドル大塚が出る予定だったんですけど、大塚が急病のために、はい、出場不能になって石川が代打になって出てきたんですけどね。なるほど、今4選手が後楽園ホールのリングに登場しました。仕事師ジョニー・スミス、石川祐希であります。
者奥村茂雄。内政信がコールされました。ここは奥村が富士につないでまいりました。石川をロープに振りました。帰ってくるところは後方からグイッと力をバイカーさせました。さあスリーパーホールド。石川は藤原組育ちですから、やっぱり関節技で出てきたレスラーですけど、なるほど、それだけ淵との攻防興味あったんですけど、やっぱり淵の方が一枚上だったですね。なるほど。奥村はエプロンからリング下、ジョニー・スミスが今その奥村をエプロンからリング下に落としていったところでありますけれども、リング中央、ここは内政信スリーパーを決められつつ、なんとか2点3点してサードロープに今エスケープ、内政信であります。分けるレフリーはウォーリー山口、そしてジョニー・スミスが入ってまいりました。スミスが青コーナーポスト上からミサイルキック、奥村にはラリアット、内がボディのあたりを蹴りました。この体勢からバックドロップ。このあたりの不正タイミングはやっぱり相手のリズムを完全に掴んでるという感じですね。はい、奥村にスイッチしました内政信です。エルボーからロープの反動を利用してくるが、しかしネックブリか顔どのか、トゥーカウントです。奥村茂雄バックを取りましたが、逆にスミスがバックを取りましたが、バックボーンのあたり藤がダブルスレッジハンマーから、さあカウントのボタン、トゥーカウント。ジョニー・スミスが返してまいりました。キャンバスの中央でもって速射砲で来る奥村茂雄、セカンドロープ、そしてトップロープ、ニュートラルコーナーのポスト上であります奥村茂雄、ミサイルキック、しかしかわされた。ジョニー・スミス、仕事し、そろそろ自分の仕事をするんでありましょうか。この体勢から同点食い打ち、今日あれだけ持ってかれるとちょっとね、あっと返した。奥村が自力で持って返しましたが、しかし手前側は石川と淵、スリーパーをかけられる。さあこの体勢から、さあブリティッシュホールカウント、スリーカウント、これはもうスミスのフィニッシュホールドですからね。はい、岸さんも仕事師がしっかりと仕事をしたという感じですね。はい、そうですね、はい、奥村もオールラウンドのいいレスラーになる素質持ってるんですけど、もう一つ殺し技が欲しいですね。はい、ホークフィールドがですね、ここはジャイアントキマラのパワーに押されてしまうんでありましょうか。右足を突き立てる、さあウルフホークフィールド、バーチャファイターであります。そして片エビ固め、キマラどうか。キマラはまだまだスタミナ残っています。巨体の割にスタミナのある人ですからね。はい、互いこう太っちゃってるのはスタミナないもんなんですけどね。なるほど、特にこの夏場というものは辛いものがありますよね。はい、カバーの体勢、カウントはどうでしょうか。ホークフィールドの髪を掴んだ逆水平、ロープに振りました。ラリアット、これはうまくかわしてくる、体を預けるがキャッチした、しかしウィリアムス、ウィリアムスがバートンにまで攻撃を仕掛けてまいりました。逆水平、ジャイアントキマラ、そしてスティーブ・ウィリアムスの局面を迎えています。ニュートラルコーナー、送り込んでくるホークフィールド、しかしキマラがここはかわしてくる、地獄好き、ジャイアントキマラ、ジャングル海底です。走り込んでくるがスプラッシュ、ホークフィールド、さあそしてカバーの体勢に行きますが、カウントはどうか、フーカウント。ジャイアントキマラ青コーナーサイド、さあここは
行くぞというポーズはいいんですけど、ちょっとゆっくりすぎましたね。このポスト下にはウィリアムスがいましたからね。バートンも救援に駆けつけてくる。しかしなかなかトップロープ最上段へと上り詰めることができないか。地獄月からオークフィールド、さあ今やっとトップロープ最上段からフライングネックブリーカー、カバーの体勢、カウントはどうか。ムッとオークフィールドを粘ります。ジャングル大帝、さあポーズを決めて、この体勢からボディープレス、カウントはどうか。スリーカウント、ジャイアントキマラ、ホークフィールドを抑え込みました。さあ、まあ、しかしスティーブ・ウィリアムスも救援に駆けつけてこられませんでしたね。やっぱりバートンがうまかったですよね。はい、完全にカバーしてましたからね。はい、ウイニングテーマが流れますこの後楽園ホール。この試合はジャイアントキマラ、マイク・バートン組に凱歌が上がりました。暴走新幹線こだま、モハメド・ヨネであります。組長が今日もリング見参、藤原義明。サザンブリーズ、マウナケア・モスマン、今日も相手を蹴って蹴って蹴りまくるか、川田俊明。そしてレフリーは和田恭平レフリーであります。恭平という声が後楽園ホール大きく轟いたところであります。まあ、藤原と米も、米は藤原組総立ちですから、完全な指定コンビですよね。なるほど、しばらく離れてますんで、米は師匠の前でいいとこを見せたいんじゃないですかね。はい、さあ自慢のアフロヘアが奮い立つか。モハメド・ヨネ向かって左側、そして藤原義明、相手を指さしますが、これは川田でしょうね。はい、川田がそれにどうやら応じてまいりました。さあ川田と藤原義明、今ゴングなりました。まずはどちらが先制攻撃を仕掛けてくるんでありましょうか。まあ、藤原は何回も全日本のリング上がったことありますし、タッグ対決もしてるんですけど、はい、やっぱり全日本にはいないタイプのレスラーですからね。はい、川田もちょっとやりにくいところもあったけど、非常に興味のある対決だったですね。はい、まずはレフトからのフェイスロック、川田俊明、そして状態が起き上がってくれば藤原義明、どうするか。うまくレフトリストを取り返しました。ここは絞り込んでくるか藤原義明。藤原義明が川田の左のリストをしっかりと取っています。組長が、はい、簡単に見える技で効いてるんですよね、組長の場合は。はい、で川田が打撃技よりやっぱり関節技を挑んでったっていうのは、組長のそういうところ、いいところをマスターしたいという気持ちもあるんじゃないですかね。なるほど、関節技、おっと早くも脇固め。この位置からはちょっとエスケープできない。自力でもってこの技を解くことができるか、川田俊明です。川田が今、これは藤原から自ら技を解きました。まあギブアップは奪えないなと判断したんでしょうね。はい、リストホイップから、そしてまだ左のリストをしっかりとここは固めています藤原義明です。後頭部の当たりを蹴って蹴りまくるか、川田俊明です。藤原はヘッドバットも得意技ですから頭固いですからね。そうですね、脇固め、アキレス腱固め、関節技一本足頭突き、得意技藤原義明でありますが、さあ川田が発奮したか。藤原の方から打撃戦挑んできましたね今。これはかなり強烈、そして喉元のあたり、これはチョークか。いや、組長のことですからギリギリの反則技ですよね。なるほど、コーナーだから反則に取られたわけですよね。はい、しかし足を捉えました。はい、タイミングの見切りがうまいんですよね。はい、
逆に後方に強引に押し倒し、そしてモハメド・ヨネが入ってまいりました。モハメド・ヨネ、そして川田俊明の局面を迎えています。ロープの反動を利用しましたが、飛び込んでくるところハイキック、ハイキック、川田俊明。暴走新幹線こだまでありますが、ここはモースマンもモハメド・ヨネを捉えてくる。串刺しキック、串刺しのハイキック。今度は藤原義明を呼び込む。さあ、そしてこれはモースマンが入ってくる。モースマンがモハメド・ヨネにストンピング、ストンピング、真正面から額のあたり、頭部のあたりを蹴ってまいりました。さあ、怒ったか暴走新幹線こだま、モハメド・ヨネであります。ミドルキック合戦になりました。モハメド・ヨネ、暴走新幹線こだまであります。今度は逆にマウナケア・モスマン、カバーの体勢からカウントはどうか。カウント2でもって跳ね返してまいりました、モハメド・ヨネ。ヨネはこの全日本、まあ、今でいう最強コンビですよね、川田・モスマンは、はい、これやっぱりパワーと打撃技で対抗したかったんでしょうね。なるほど、ブレンバスター、ここは脇固め。さあどうか、モスマンエスケープ。暴走新幹線こだま、モハメド・ヨネであります。どうぞ全日本プロレスファンの皆さん、危険ですからこの画面から少し下がってご覧ください。いつこの暴走新幹線が暴走するか分かりません。2位を見舞ってくる。さらにはロープの反動を利用するが、しかしこれは捉えてきて、フランケンシュタイナー、赤コーナーのセカンドロープ、今赤コーナーポスト最上段からマウナケア・モスマンがフライングボディープレス。しかし組長がここはカットに入ってまいりました。川田も入ってくる、ローキック、ローキック、バランスを崩したか藤原義明、エプロンからリング下、川田も追ってくる。さあこれは捉えてくる、この体勢からモスマンが抑えてくる。カウントはどうか、スリーカウント。組長はまた場外乱闘術に引っかかっちゃいましたけどね、川田が今打撃戦で場外乱闘に連れ込んだのは正解ですね。なるほど、ハワイアンクラッシャー決まったところです。あれはやはり菊池さん、はい、藤原義明がカットに来たのが裏目に出てしまった感じもしますが、はい、そうですね、だから川田が思いっきり打撃技でカットできたわけですからね。なるほど、川田とモスマン勝利を手中にいたしました。まあ、この試合をちょっと簡単に振り返っていただきたいんですが、菊池さんいかがですか。はい、前半戦でね、関節技の応酬、川田と藤原のいいシーンが何回もあったんですよね。はい、いわゆるクローとうならせるというんですか、やっぱり関節、よし、じゃあ余りせ勝負しようやって川田がやってるんですよね。はい、これ面白いシーンだったんですよ。これは和田恭平レフリーが止めておりますけれどもね。しかし川田俊明、さらには藤原義明、お互いにその気の強い選手同士ですからね、はい、個性が違う、得意技が違うから余計面白いんですよね。そうですよね。そして米と藤原が控え室に戻ります。両手を大きく掲げました、マウナケア・モスマン、さらには川田俊明です。まだ川田は余裕がありますね。はい、この試合はタッグだったし、はい、スタミナ残ってましたね。そうですね、解説は菊池隆さん、実況は私松崎俊夫でした。菊池さんありがとうございました。どうもありがとうございました。